おはようございます。黒バラ軍団のジローです。本日、スーパーノヴァ特別編ということで、ゲストを来ていただいております。この方です。どうぞ。おはようございます。よろしくお願いします。スーパーノヴァ来ていただいたんですが、はい、この番組はですね、大移動1回の設定狙いのみで立ち回るという番組だったんですけれども、魚拓さんが来られたので、ちょっと違うテイストにはなるんじゃないかなと思いますけれども。いや、いつも違いますね、なんか。どういうことですか？やっぱ、戦闘服着るとやっぱ違うんですね。ビシッとしろっていつも言われてきたんで、はい、誰ですか？もう偉い方々に、偉い方々、会社の偉い方々にビシッとしろって言われ続けたんで、はい、これを着るとやっぱり頑張らなあかんなって。表情が違いますもん。本当ですか？いつもの下ネタとか出ないですよね。いつも下ネタとか言った覚えはないですしというわけで、はい、なんか今回3機種ずつを選んで、お互いの機種、いつもとはルールが違うんですね。違うんですよ、はい、3機種ずつ選んでお互いにこう、打ってくれみたいな感じ打ってくれというか、これどうぞみたいな感じやるらしいんで、はい、3機種ずついいですか？はい。じゃあキャプテン翼かあるかなパチンコやし翼か、はい、ガロの魔界の花かパチンコですやん。スーパー海物語でしょ。パチンコですやん。違うんですか？パチンコパチするだけで、はい、3機種です。でも結構そのあれじゃない、はい、番号で取れないのも多分僕が127番かなんかで、俺103番です。絆はもう無理なんですよ。あ、じゃあもう人気どころばっかりやると困っちゃうわけね。そうですね。何も打てへんなるんでね、選ばれる。騎士だけ見ていいですか？はい。そりゃそうっすよね。え、わかんない。いや、僕はでも、もう下手くさんやし、はい、なんかゴッド言っとかなあかんみたいな。いや、いいんすか？逆にゴッド以外でもいいっすよ。でも、ね、逆に俺、ジローに、はい、ゴッドをどう立ち回るのかっていうのみたいにやってみてほしい、ね。ああ。だから、凱旋でも9打しかないんだね。はい。ハーデス8回。だ凱旋ハーデス、はい。めっちゃ意地悪じゃないですか。いやいやいや、凱旋ハーデス、あとデッドマンワンダーランドです。いや、ちょっと待って、凱旋ハーデス、あとダイス多い方がいいよね。そうっすね。なんだろうな、ジローだと。じゃあ北斗でいいですか？北斗の友っすか？友。あー、それはあの大好き一緒なんで好きな方選んでいい、はい、先生か。そこはいいですよ。あ、そうだったら、はい、もう4択になりますよ。はい、いいっすね。北斗のどっちがいいですか？多分転生の方が取りやすい。転生で。わかりました。じゃあ、はい、転生かハーデスか凱旋で。わかりました。言ってください、その3機種のいずれかを。では魚拓さんには、はい、スカイガールズがやめてねやめてとか言って言い合わせなんですね、これ。打ったことない。じゃあ、はい、やっぱメインどころをたくさん打つことってあんまないんじゃないですか。ないですね。トモかバッチとNG とかあるんですか？いや、トモはちょっと具合悪くなってくる。通常時が本当すみません、本当すみません。じゃあ、はい、ダイス多い方がいいですもんね。いや、少なくていいですよ。あ、少なくていいですか？少ないのを3つぐらい、3つ。じゃあ、あの、いいっすよ、全然マイナーどころで、この3台、4台、5台とかでいいっすよ。じゃあ、気候、戦機、ドラグナーお前、バカにしてんだろドラグ、いや、いい機会なんで、これ、ドラグナーか。ドラグナー、はい。地獄少女か。お前、ふざけんなよねえちょっと、なんすか、じゃあ、ね、いいんじゃないですか、あの凱旋とかはいらんすか？いや、いらんすかっていいよ。だから、いや、俺が打つんだったらいいよ。じゃあ、違うんでいいよ。スーパーブラックジャックは？あ、ブラックジャックいいっすね。ブラックジャックか、はい、花火。あー、花火今花火ですか？今の花火の名前で。逆に花火って言われたね。そうっすね。いや、多分あの朝も。じゃあ、凱旋ハーデス花火いいっすか？いや、転生削られるのちょっとなと思いましたけど、今転生は入れといてもらえますか？じゃあ、凱旋、はい、転生、花火ですか、はい、あー、わかります。で、俺ハーデス入れてよ。はい、ハーデス、はい、ブラックジャック、ジャグラー本当にじゃあ、花火。じゃあ、これは戦国コレクションって言うんですか？違うよ、絶対これ、あ、いいじゃないですか。じゃあ、ハーデス、はい、何言ってましたっけ、もう一個。ブラックジャック、ブラックジャック、はい、Z ゴールドインフィニティ。これハーデス取れなかったら地獄っすね。いや、地獄じゃないですよ、いい機会っすよ。嘘だよ、よう出ますからね、Z ゴールドインフィニティ。俺これジャーナル点数つけたんですよ、はい、Z ゴールド2点にしましたよ
で、負けた方がでしたっけ、負けた方がなんか視聴者プレゼント用意してくださいということらしいんで、あの自分のあれです、私物ですか、私物をプレゼントということなんで、はい、いいもん出てくるんでしょうね、子役カウンターとかです、無難に。もう決めてます、僕は。言われた瞬間、あ、子役カウンターでいいやと思って。いや、子役カウンターって面白くないし、面白い面白くないとかじゃなくて、でもせっかく法人化するんだから、なんかいいものさ。どういうことっすか、いきなり唐突に。記念に法人化はしないです、まだまだしない方向でいきたいと思います。あ、ほんとっすか、はい、これ何でしょうか、サマイですか、カッコマイスですか。サマイス、サマイ、はい、よろしくお願いします、はい、というわけで早速実践の方参りたいと思います。スZゴールド、ブラックジャックか。おはようございます、おはようございます。パストラどこにあるの、うわ埋まってんじゃん、リオ埋まってるよ。あ、ハーデス開いてる、ハーデス開いてる、いや、ちょっと待って、これ何中断して揃ってんの、え？え？騙されるか、騙されるか、びっくりした、リオが埋まってたから、あ、もうダメだと思ったら、まさかのハーデスが開けました。さあ、というわけで、素人の対戦ですね、ハーデス、リオ、あ、ハーデス、ブラックシャンプー、ゼットゴールドで、ハーデス開けたんで、おはようございます、おはようございます。編成は結構空いてますね、ちょっと学訓チェック、多分学訓すると思うんで見つつ、まあ、なんか合格以降とかそういうのがあれば見れたらいいかなと。今日は大移動が1回というルールはないので、選ばれた機種内ならば移動しても OK ということになるらしいので、ちょこちょこと移動を繰り返していきます。トトリジロ、いやもう入場したはずでしょ、あいつ転生行ったな、チェックしてる場合じゃなくて外線開いてるか、あー埋まっちゃったかな、あー埋まっちゃった、残念ながら、まあ、わざとやったらいや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 外線でもこんだけ埋まることあんまないんでね、そうなの、あんまないです、すごい、やばい、2台しかない、もうこの辺の方がいいな、ここに行こう、なんか1枚入ってるけど、宮部市からです、多分測定所が何かを見てやめられたらいいと思うんですが、バックはするんでね、これ全体で出てたと思うんで、ニコロ抜けたんで、ちょっとガイドしようかなと思います、花火凱旋転生で今空き台が多分ないのかな、なんで今の台を打ち続けるしかないかもしれないです、もしかしたら、まあ、もうちょっとだけ見てみますけど、他に移動できる台もないので、とりあえずこの台打っていきます、
メか。280アベス。違和感のある定めの時ですね。怖くはない。裏赤ですね。もしかしたら据え置きの可能性も考えられるんですが、僕今までスーパーノヴァでこの強打姫前さん来た時に据え置きの台って見たことがなかったんですけど、まあ、だからポジティブにいくのならば295アベシなんで、まあ、謎アベシ的な感じで、日頃抜けたけれども早く当たってくれたと考えます。295アベシ350万です。黄色お願いします。ダメか。どうもどうも、よっつー真剣勝負一発目からチャン。一発目この通り2連目です。
26枚で終了です。2万使ってんすけどね。待って、いくら使ってんの？ツイッター見て余裕だね。余裕だな、お前。でも、おい、いいけど舐めてんのか、俺のこと。周りも、え、なんか調べてんのかと思ったら、ツイッター見てんのか。確かに見てました、すいません。周りもいい挙動してますし、僕のも悪くないんで。周りがいい挙動して自分でも悪くないと、ツイッター見ながら点線打つと。いや、すいませんでした、すいません。いくら使ってんの？7000です。7000？やばいっすか？全然ダメです。ギブしてパチンコ行っていいっすか？いや、ちょっとダメです。ダメっすか？その3機種で。まあ、俺には Z ゴールドがある。ああ、確かに最終兵器が。ちょっと待って、リオがいっぱいなんで Z ゴールドがどこにあるというか、アイテムがどうかだけ確認したいな。あありますけど、墓場みたいになってます。まあまあ一応空いてると、まあそれが確認したかったんですけど。
ていたのは訳がありまして、先魚拓さんに写真をパシャッと撮られたんですよ。なんで乗ってるかなと、乗せてくれてはるかなと思ってみたら乗せてなかったんでっていう話だったんですよ。気になるじゃないですかね。ここで全長が来てないということはボードミーではないかなと思います。まあでも他に移動できる台もないんで、そのままこれを続けるしかないんですけれども、まあボードエーはボードエーでもどの安倍氏で当たるかがこの後粘れるかどうかかかってきますね。1400超えてしまうようであれば、まあ、黄色信号かなと思います。960アブシー、ごちり撃、ラッキーな当たり方ですね。968アベシドチェリーから調整アベッシュ到達と、加藤したので総投資850枚です。アベッシュ確認してましたんで1800とかでも分かってますけどね。エンジンレベルは2以上と、勝負の8区です。決勝です。これで9か。さて計測、これで2連目です。次勝負の8個です。次勝負、
頑張れば、トーシングくらいは取り返すかなと。勝負玉6個いきまーす。行ったかはツリーで当たったので分かんないんで、まあ、とりあえずは2ゴロ回して周りの状況を見つつ考えようかなと思います。これはさすがに移動するわ。3万円使ったところで仕切り直しですね。今まあ410ハマってるんですけど、ヘッドの消化仕事終わってるのかな。もうちょっとや、頑張れ頑張れ、もうちょっと。
たくさんらしくなかったっす今日は。矢崎さんが